14日放送の日本テレビ系情報番組、週1、毎週日曜7時30分に、嵐の二宮和也と女優の満島ひかりが出演。二宮がひかりにツッコミを入れる場面があった。小学校の時に、前髪を上にくるっとカールしている女性に憧れていたというひかり。どうしてもあの前髪になりたくて、小学校の時母親のヘアブラシを持って小学校に行って、休み時間にお手洗いでヘアセットをすることにした、と解雇。丸、カールブラシで前髪を巻いていたが、髪の毛にブラシが絡まったのか、なんと髪の毛からブラシが外れなくなってしまったのだという。外そうとしても、苦しすぎて、まあ、ひっか、そなった、とそのまま教室に戻り、自分の席に座ったと状況を説明した。当然のことながら、クラスメートの視線は満島に集中。さらに先生からは、頭になんかついてるよ、と指摘をされることに。しかしそこを頑なに、ついてないですよと言い張った思い出があると告白した。当時の自分を、かなりポンコツな小学生だったかもしれない、と笑いながら振り返った光。すかさず、映画、タングタングで共演している嵐の二宮和也から、ここの兄弟、光&満島真之介、基本的にバグってるんでと突っ込みが入る顛末となった。